コニオマ王は、最勇気に登場する妖怪。コニオカラスマとも呼ばれる。孫悟空の最初の敵でもある。カカヤマ水連洞の真下にある関元山水蔵堂に、住み、山中の商妖怪たちを支配していた。悟空が、戦術のために、水連洞を留守にしている間、コニオマ王はその隙に手下を連れて、水連洞を占拠しようとした。 戻ってきた悟空はその話を聞くと、すぐさま水連堂へ突入し、今夜魔王に勝負を挑んだ。今夜魔王は悟空が何も武器を持っていないことを確認すると、自らも素手で勝負を挑む。しかし、素手で叶わないと悟るや、刀で襲いかかる。が、悟空の作り出した分身に気を取られている暇に刀を奪われ、逆に自分が切り裂かれてしまった。 1978年から1980年にかけて放送された日本テレビのテレビドラマ最優記には二度にわたり登場している。1978年の最優記では第1話にて原作通り水連動を支配し孫悟空に倒される。演じたのは松崎誠。1979年の最優記2第5話で再登場。 第日如来に救われたものの、今度は太陽の鏡を盗み出して、第二の太陽で500年間夜のない村を支配していた。二度目の登場ではコンドルへの変身能力を持ち、悟空との二度目の戦いで再び敗北する。同一人物設定ではあるが、演者は山本昌平に変更されている。2006年に放送されたフジテレビドラマ版最有機では、 第9巻、最強妖怪の罠、花の国にて登場する。演じたのは、松茂豊総勢5万もの妖怪軍団を束ねる、総大将として君臨する大妖怪で、佐護城の、かつての主君である。その強さは、佐護城曰く三百人力と言われ、矛と棍棒が合わさったようなポールウェポンと刀を武器と、する。残虐非道な性格で、 三蔵法師が幼少期の頃、愛用の椅子に貼る布に、ちょうど、良い柄の服を着ていたという理由だけで、彼の母を殺害した。その残忍さゆえに普段冷静な佐古城も、彼の名を聞くだけで激しく動揺していた。ありがとうございます。